はい、皆さんこんばんは。ドラゴンクエスト大の大冒険やっていきたいと思います。前回ねロモスに到着したというところからですね、で勇者様ご一行が来ていると。で夜も更けてて城に入れないんで、とりあえず勇者に、挨拶しに行きましょう。こいつらですね、偽勇者。おい、なんだこんな時間に。サインだったら明日にしてやるから帰れ帰れ。こいつ、てか前回も言ったかもしれないんですけど、これベッド空いてますもんね。これうるせえガキだな。俺たちは昼間モンスターどもと死闘を繰り広げておるからとっても眠いのだ。じゃあ寝ろよ。俺これなんかババ抜きかやってるようにしか、俺大富豪かなんかやってるようにしかこれ見えないんだが待てこいつだー、うるさい、いい加減に。ああ、怪物小僧。どうしたんだよ大、まさかこいつらが例の偽勇者。おいお前ら、待てよ、俺たちはもう悪事から足を洗ったんだ。今ではちゃんと罪を清算して真の勇者を目指すべく頑張ってるんだ。目つき悪いよ、でも。相変わらず目つきは悪いですね。まあそういうわけだから過去のいきさつはさらいと水に流そうじゃないか。まあまあいいか、入れ。いやーよかったよかった、今夜は仲良く一緒に泊まろうじゃないか。ダイは15ゴールドを手に入れた。金払ってきた。ギリギリだったんだなこいつ。さあそれを遠慮なく宿題に使ってくれたまえ。まったく自分より弱いやつとしか戦わねえくせに勇者だなんてよく言うよな。人のこと言えるのあんた。うぐっと、お前らビビってんのか。こいつビビってないじゃん、こいつこいつあいつ全然ビビってなかったあいつはまだやる気だったぞ。なんか、なんと宿題まで。さすが勇者様ですね。違うんだよな、あれ勇者じゃないんだよな。で15ゴールドぐらいいらないんだよな。変になんか安いジュースおごってくれて、友達がまあ飲めよみたいなんで恩媚び恩を売られたみたいな、そういう心境に近いですね。出てこい大、さもなくはロモス王国は今日で壊滅だ。クロコダインが来てる。 この声は。おい、なんだだあれは。モンスターの大軍団だ。お前ら戦えじゃ。魔王軍の110マダンよ。クロコダインもいたわ。お城に向かってる。クロコダインか。110マダン。行きましょう、ダイ。ポップ。俺たちはごめんだからな。お前もか、ポップ。俺もパス。いやいや、来いよ。お前は来いよ。お前、じゃあどっちか来いよ。誰か、お前ビビってなかった、来い。そうそう。なんたって一番大事なお宝は命よね。間違いない。まったくじゃ、絶対かなわんと分かっとる。あいつと戦っても何の得にもならん。うまい、待てポップ、お前はくっそ、まあいい、俺とマームだけで言ってやる。ポップ、何ふざけてんのよ、早くダイの後を追わないと。なんでだよ、さっきのクロコダインの目を見なかったの、あの復讐に狂った目を。あいつはダイを殺すことしか頭にないのよ、助けに行かなきゃ。だけどよ、あいつの強さ半端じゃないんだぜ。言ってもむざむざ殺されに行くようなもんだ。だから私たちが加勢しなきゃ、ダイが殺されちゃうでしょ。三人で力合わせなきゃ。心配ねえよ。いざとなったらダイのやつはめっぽう強いし、死にゃしねえよ。ポップ？どうしたのよ、ポップ。あなたダイの友達でしょ？仲間でしょ？彼がどうなってもいいの？うるせえな。だいたい俺は魔王軍と戦おうなんてつもりは元からなかったんだよ。好きで戦ってきたんじゃねえんだ。そりゃダイは一緒に修行した仲間だけどよ。あいつがいるから敵が次々と襲ってくるんだぜ。巻き添え食らって死にたかねえよ。うわ、いてて、てめえ。ああ、泣いてる。ポップ、あなたアバン先生から何を習ったの？ダイもあなたも二人とも先生の仇を討つために命を懸けて戦っている。そう思ったからこそ私ついてきたのに、仲間になったのに。マーム、ポップはね、最初はずこういうね、育児のない感じなんですよね。あんたなんか最低よ。二度と顔も見たくないわ。最低マンです。最低マンもね、最初はそういう育児のすっげえ女。ポップ。王様ってか、ダイは孤軍奮闘してんのか。どうした？
ダメです王様、敵はかつてないほどの軍勢、このままでは我が城の陥落は時間の問題かと。ねえ、かくなる上は王様だけでもお逃げください。我らがお供いたします。な、何を言う。城の者たちを見捨てて逃げるわけにはいかん。戦うのじゃ。最後の最後まで希望を捨てずに。神は逃げ出した者に奇跡を与えはせぬぞ。お、王様、いいこと言ったな。うわ、こう、うわ、来た。クロコダイン。う、な、何者。俺は魔王軍の百獣、魔団長クロコダイン。お、己化け物。うわ、くそ。ロモス国王よ、俺はお前の命だと全く興味がない。だが俺のターゲットをおびき出すために死んでもらわれはならん。う、クロコダイン。クロコダインで六大団長の割にはそんなに強くないんですよね。一番弱いんですよね、六大団長の中で。くそ、もっと防具を装備しとけばよかったぜ。間違いない。ちょっと待って、どいてくれ。まず防具を装備とかっていうよりもどいてくれない？どい、お前がどいてくれりゃ俺これ戦わずに済んだのにな。できるだけダメージ減らしてクロコダインのとこまで行きましょう。ポップがいないんでね。で、ザボエラもなんか後ろから来てそうなので、うん、武器、お前は？武器や防具は装備をして身につけるように。持ってるだけではダメなのだ。今頃かよ。それドラクエの、うわ、マッドマックス来た。マッドマックス強いんですよ。現時点で考えられる一番強い雑魚的なんですよ、マッドマックス。マッドオックスか、マッドマックスか。怒りのデスロードですよ。現時点の川の盾持ってたよ。あいつ通常の敵なのに川の盾ドロップします。金稼ぎにうってつけのモンスターと言えますね。これこいつらとやり合ってから行った方がいいのか、それとも無視していくべき。このマッドオックスね、川の盾落としてるじゃないですか。通常の敵でこれはかなり美味しいですよ。また落とせ。落とさないか。とりあえず金が結構減ってしまったので、こいつら借りながら行きますか。というか、あ、豪華血グマね。ポップは相変わらず動かないですね。まあ、ポップいなくてもさ、うわ強烈。マッドマックスより強いこいつの方が。だが倒す。正直ポップいなくてもマームとダイいれば、まあ正直ポップには悪いですけど、こと足りるんだよな。なぜこと足りるかというと、マームが回復に徹して隙を見てマダンガンとか使っていけば。ちょっととりあえず行きましょうか、ロモス国王の元へ。ん、これ出口、入り口塞いでるんで、例のこっちから行きましょう。なんか裏口みたいなのあったでしょ。そっから行きます。第一山で、これマーム、あのマダン、まあいいか、マダンガンはまだ取っときますか。マダンガンまだ使ってなかったんで使ってみてもいいですね。そろそろ僕もマダンガンが、危ねえ。この豪華スグマはマッドオックスより強いな。とりあえずロモスをなんとか平定させましょう。マームがベホイミで、やっと。じゃあ行きます。あ、待て、こっちじゃなかったのか、こっちか。どうやってこの城入るんでしたっけこれ。あ、こいつは弱いですね。この城どうやって入るんでしたっけ。っていうか、僕このゲームやるようになって、大の大冒険と、あとロトの紋章、もう一度読み直そうかなって思ってます。ロトの紋章はYouTube に上がってんのか分かんないですけど、たまにね、アニマックスとかでやってるんですよね、ケーブルテレビ で。火の手が回って城に近づけん、どっからか中に入れないのか。入れる抜け道ありましたよね、そういえば。あの神田田たちがなんか入ろうとした道みたいなのありましたよね。確かどの辺だったっけ、ごめんね、ごめんね。どの道だったっけ、この辺でしたよね、なんか入れたの。か、この辺から。ん？あ、こっか。よし、こっから行きます。やられてる。ここに、普通に見張りというか。あれ？
青鬼みたいな感じでこれドロップしなしたな。青鬼方式でエンカウントしましたけどね。青鬼方式っていうか、青鬼もね、あのゲームで僕あの旧式版はプレイしたことあるんですけど、なんか最新版が出てるっぽいんで、まあ青鬼今更やったところでっていうのはありますけどね。ちょっと待って、あ、これ普通に敵出てるだけか。こいつ強いんで、じゃあマダンガン使いましょう。マダンガン、メラマームのマダンガン、マダンガン弱い、マダンガン弱い。ちょっと待って待って、防御よし。あーでもこれポップ弱いって言っても抜けたの何気にちょっと痛いな。ちょっとマーム回復させよう。日本にで、どっちだったかな。呪文でデフォイミと、そりゃビビるわな、ポップも。うわ、かわいそすぎるわ、上の牢屋のやつら牢屋の中で魔物に襲われて逃げられないって、俺かわいそすぎるわ、あいつら。お、クロコダイン到着しました。いよいよですね、汚な台待ちかねたぞ。まさかあの子は。どうした、かかってこい、さもないとこいつが死ぬぞ。回復してから挑みましょうか。まあまあほぼほぼ全開なんで、いきます。クロコダイン勝負。クロコダインが現れた。基本的に戦い方は、マームを防御主体で大地山を絡めて倒します。うなれ真空脳のね。こいつ正直大したことないですよ、クロコダイン。うなれ真空脳のね。でそろそろ食らってきて、まあまだいけるかも。ダイが戦闘不能になればこの戦い僕は負けます。なのでダイが死ぬのは絶対に回避しないといけない。男子三日合わざれば刮目してみようというが、こいつがまさにそうだ。強くなる恐るべきスピードで、このまま成長していけば間違いなく魔王軍にとって最大の脅威になる。本意ではなかったがやむを得ない。待って、なんか撃ってくるぞこれ。本意ではないがやむを得ない、なんか撃ってくるなこれ。クロコダインは魔法の筒を取り出した。いでよデルパ、デルパ。うわじっちゃん、魔法の筒から鬼面同士が飛び出した。ブラス、うわ、さあ行け鬼面同士ブラスよ。ダイ、シネイク。ダイはどうしていいかわからない。ダイ同様、ダイ戦え、そいつはもう敵だ。マダンガン、マダンガン、マダンガン、ギラ。ダイはどうしていいかわからない。くぅ、どうしたのダイ。これが小僧の弱点じゃよ。子供が絶対に逆らえんもの、それは親じゃ。そうとも、一概にそうとも言い切れないと思うんだが、育ての親には手出しはできまい。ダイに対してこれ以上の資格はある考えられて。こいつはね、作詞なんですけど、クロコダインは結構武士道に長けたやつなんですね。なんでうまくいかないんですよ、この二人組んでても。育ての親、ブラスはメラミを捕らえた。うわ、マームがやられた。うわ、マームやられた。マームの危機にポップは、何だったんだ、さっきのものすげえ音は。まさかダイとマームがやられてしまったのか。いや、関係ねえ、関係ねえさ。もうあいつらが死のうが生きようが、俺の知ったこっちゃねえんだよ。それによ、俺なんかが言ったって、あの怪物たちじゃ何もできねえよ。ぶっ殺されちまう。あれ？ひょっほひょっ、お邪魔するよ。なんだてめえ、あの偽勇者のパーティーの魔法使いじゃねえか。これはあの、マトリフっていう、ポップがいずれ弟子入りする魔法使い、大魔導士がいるんですけど、そいつの弟です。これ余談なんですけど、どうだ、わしらの仲間に入らんか。なかなか見どころがありそうな顔しとるぞ、お前。確かにな。冗談じゃねえや。いいか、俺はかつて魔王を倒した勇者アバンの弟子なんだぞ。てめえらみたいな小悪党と一緒にすんない。わしには全く変わらんように見えるがな、俺には今も見えるな。確かにな、仲間を見捨てるようなものでも務まるのかね、かの有名なアバンの使徒というのは。
どれ、お前の仲間がどうなっとるか、わしが水晶玉で見せてやる。うわ、すげえじゃん、あいつ。魔族法何気にすごいじゃん。大、マーム。ブラスじいさん、なんでこんなところに、まさか。ちくしょう、なんとかしてやりたいけど、俺一人の力じゃ。くそ。勇者とは勇気あるもの。そして真の勇者とは打算なきもの。相手の強さによって出したり引っ込めたりするのは本当の勇気じゃない。魔族法なんてな、わしのセリフじゃないぞ。わしに魔法を教えてくれた師匠がいつも言っとった言葉じゃ。師匠、わしもな、若い頃は正義の魔法使いになりたくって修行しとったんじゃよ。だけどあかんかった。自分より強いモンスターに出会うとどうしても踏ん張れなくての、仲間を見捨てて逃げるなんてザラじゃった。おかげで今はこんなありさまじゃ。じいさん、お前さんを見とると昔の自分を見とるようで放っておけん気になってしまっての、ちとおせっかいをしたんじゃよ。さあ早く行け。胸に勇気のかけらが一粒でも残っているうちに怖くとうにゃなりたくなかろう。ポップ行きますね。ああ、あのガキ死んだな。かわいそうなことするんじゃないか。ほっとけよかったのに。なに、死にゃせんさ。あの子はアバンの使徒なんじゃぞ。アバン、それは本物の勇者じゃねえか。わしらとは物が違うんじゃよ。熱いですね。さあお仕事を続けるかの。あいつら何気に。マームの言う通りだ。最低だよ俺は。自分のことばっかり考えて逃げ回って。アバン先生もダイも今までずっと勝てないかもしれない。相手と命がけで戦ってきたのに。ポップが行きます。今度こそ本当に終わる、この一撃で。さらばだ大王。待て、ポップ来た。これはね、アニメ版でも漫画版でも熱いかったんですよ。ちょいちょいなんかこの熱い展開を見せてくれるのが大の大冒険ですね。なんだ、誰かと思えばあの時の魔法使いか。今さら己程度が出てきたところで何ができる。伏せろアバン先生。先生の5分の1、いや10分の1でいい。俺に勇気を与えてください。許さねえ。なんだと、俺の仲間を傷つけるやつは、俺の仲間を傷つけるやつは絶対に許さねえぞ。小僧、貴様自分の言っていることが分かっているのか。島からじいさんをさらってきて手下にしやがったな。どきたねえやつだったぜ。クロコダイン、俺と差しで勝負しろ。それとも俺みたいな小物が相手でも汚ねえ人質作戦を使うのかよ。なんだと。よかろう、そんなに死に急ぎたいのなら仲間と一緒にあの世に行くがいいわ。ポップ一人か。ポップ一人でやるんですね。ブラス、お前は手出しをするでないぞ。理性あるんだ今ので。メラゾムだ、俺の最強の攻撃呪文で勝負するしかねえ。メラゾーマが使えない。でもとりあえず防御だ。防御します。メラゾーマが使える段階まで。オッケーオッケー、使えますね。これでやります。グフ、貴様がこれから試そうとしている呪文が俺に通じなかったらその瞬間が貴様の最後だ。ブラス様子見てる。何気にフェアプレイ。メラゾーマ通じるか通じないか今見せてやる。腐ってもアバンの人だな。まさかメラゾーマが使えるとは思わなかったぞ。だが俺は真空の斧で空気流のバリアを作り直撃を防いでいたのだ。覚悟はいいな。勝負あったな。痛え、全身がバラバラになっちまったみたいだ。心配すんなよダイ。そうさ、お前はこんなの何発も食らいながら戦い続けてきたんだもんな。一発や二発食らったぐらいでおねんねしてらんねえよな。立ち上がってきた。こうなったら命を捨ててやるだけやってやら。アバン先生みたいに相打ちとまではいかなくても時間稼ぎぐらいは。先生待てよ、アバン先生みたいにか。これメガンって打つんか。これ今一つ試してみるべき呪文があったぜ。ポップが死ぬ。何打つ。魔法カトール、伝説の覇者呪文。しかしポップの魔法力では。まあ一応試してみます。ポップの攻撃、ポップは持ってる武器で殴りかかった。うわ、マジカルブースターが砕け散ってしまった。
魔法の杖で殴りかかってくるとは魔法力が尽きて血迷ったが、全部計算づくさ。杖を砕いたのも魔法力を温存したのも。何？一か八か、これが最後の賭けだぜ。魔法カトール、ごぼうせよ。これこそ我が師アバンが得意とした伝説の呪文、マジカルブースターの魔法力を利用して、本来使えるはずのない呪文魔法カトールを使ったということですね。ここはどこじゃ。わしは一体やったぜ。先生みたいに島ごとまではいかねえけど、あれぐらいのやつだ俺にだって。貴様一体何をしたのだ。今さらブラスを救ったところで何になる。ブラス爺さんさえ無事ならダイは思う存分戦えるんだ。あいつは本当に強いんだ、俺なんかと違ってな。貴様ダイのために命を捨てる覚悟だったのか。そんなかっこいいもんじゃねえよ。俺だってできたら死にたかねえぜ。でもよ、仲間を見捨てて自分だけぬくぬくと生きてるなんて、死ぬよりかっこ悪いやって思っただけさ。こんな未熟な少年までが友情にすがり命を張ってまで戦っている。それに引き換えこの俺は。クロコダイン、何をぼーっとしておる。早くそのガキを殺してしまわんか。許せ小僧。やめろ、やめてくれポップくん。ゴメちゃん、ゴメの涙に反応して突然なんだこの光は。ギョエー、まさかゴメのやつが何かを。ゴメちゃんが起こした奇跡的なやつの数々の奇跡を起こすんですよね。大の大冒険というのはゴメちゃんが、なんでかっていうのは最後の方に分かってくるんですけど、単に起こった奇跡じゃないんですね。必然的なことなんですよ。ゴメちゃんがこういうパワー見せるときっていうのは。ポップ来てくれたのね、マーム、大。こっからが本当の勝負ってことですね。だが体力がまずいんだよな。ちょっと全員回復しないとやばいんで、とりあえず全員に回復します。こっからですね。危なかったですね。クロコダインの方が先に動いてたらやられてましたね。ポップはとりあえずメラミで、クロコダインでデコイミで、回復いける。3人揃えば勝てる。 OK ですね。第一山メラミで、マームは MP が続く限り回復呪文とヒートブレス効かないな。あのヒートブレスは動けなくしてくるやつですね。効かないですね、そんなもん。道具マダンガン使います。マダンガン、メラ弱い。マダンガン弱い。メラなんて詰めるんじゃなかった。ポップガードで、マームがベホイミでポップ。でもこれマームの MP 尽きるまでに仕留めてしまわないと苦しいことになりますよ。でもマームの MP いっぱいあるから尽きないか。左のじいちゃんがすごいシュールですよね。メラミでマダンガンをどんどん使いますよ。マダンガンギラメラミといける。クロコダイン獣王とか言ってるけど、全然バギーも使ってみますか。じゃあバギーいける。おお、来た。ミッドブレイク。なんだ紋章は。ダイ、今こそぶちかませ、俺たちの先生のあの技を。いきます。ダイのお箱、アバンストラッシュ。今さら遅いわ。俺の最大最強の技であの世に行け。縦横痛攻撃。はい、アバンストラッシュね。ダイはアバンストラッシュを放った。行ったか。グアバンストラッシュか。見事な技だ。俺の負けだ。やった。どうせ負けるなら正々堂々戦って負ければよかったよ。小僧、お前にも教えられたぞ。男の誇りの尊さをな。お前たちのような相手に敗れたのであれば全く悔いはない。むしろ誇るべきことだ。目先の勝利に狂った俺はバカだった。
さらばだ大、負けるなよ、勇者は常に強くある。ダイン、クロコダイン落ちましたね。獣王クロコダイン落ちました。とりあえず六大団長の一人が今倒したということですね。獣王クロコダインの断末魔の叫びを見にした百獣魔団のモンスターたちは、さながらリーダーを失った獣の群れが四散するように戦意をなくし森へと逃げていった。ああ終わった、やったぞ、魔王軍を追い払った、俺たち勝ったんだ。ダイ、ポップ、マーム、そして我が城の兵士諸君、みんなよく戦ってくれた。特にダイ、この度の勝利はまさにお前のおかげじゃ。もはや名実ともに勇者にふさわしい男に手術をしたと言えよ。晴れて今日から勇者ダイを名乗るがいい。これはいい家だな。何言ってんだよおめえ。自分一人の力ではなく、みんなが力を合わせたから勝てた、そういうことじゃな。ダイ、今のハイ選んでたらどうなってたんでしょうね。はい、分かった。さらに大きな成長を期待しておるぞ。ブラス殿、本当にいい子を育てられましたな。あ、はい。この子はわしの誇りです。ブラスじっちゃん、出してやれよ。あの、マホカトールまだ入ってるけど。なんじゃ、ダイ。そういうのを親バカと言うんじゃと。はい。バカもん、つまらん口を挟むな。今のもいい選んでたらどうなってたんでしょうね。ん、なんだこれ。それはわしからのせめてもの贈り物じゃ。それを身につけて国民の前に姿を見せてやってくれ。英雄たちを見たがっておるからな。何ですかねあれ、冠だったっけな。何でもまだ小さな少年らしい。とにかく一目勇者様を拝みたいものじゃ。お、ロモスの人間たち少なー。ちょっとしたこれ家族でしょ、これ自由に。兵士の数の方が多いですよ。この国、あの子たちがこの国を救ったのか。我らが英雄、万歳、万歳と、万歳。ロモス王国を救った。いやー、やっぱ本当の勇者はかっこええわ。へへ、今戦ったらあんた勝てないよ、多分。うるせえ。ま、わしらにはわしらの生き方があるさ、行こうか。あのマゾッコだけちょっとね、やはりお前は本物だったみたいじゃな坊主。頑張れよこれからも。どうしたの、ぼーっとしちゃって。いや、頑張って人から感謝してるっていうのも悪くねえなってさ。今日のあなたちょっぴりかっこいいわよ。5000円ありがとうと。すぐ調子乗ってしまうのもポップですね。大聞きなさいこの歓声を。たとえお前が望まずとも、人々はお前をこう呼ぶだろう、小さな勇者ダイと。あー、すごい作り込まれてますね本当に。でここでこの BGM 入れてくるっていうのもね、さすがですよ。激闘百獣魔団編完と、第3章に入るのかな。次はいよいよね、あの人が動き出すんじゃないかなと、思うんですけども、一旦まあちょっと長くなってるかなとは思うんですけども、一旦まあ、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。次回ね、第3章続きからやっていきたいと思いますので、また次回からもよろしくお願いします。お疲れ様でした。